メイド服でショーをするのも意外とありかもしれないな。眠りを覚ます。禁断の呼び声、再び宿る失われていた力、禁断のチュンチュン丸。俺はもう後へは引き返せない。このスバ、女神の私をメイドにできるなんて最高に幸せ者だと思うの。お待たせしました、ご主人様。禁断の力がついに目覚めたか。新たなる伝説の幕開けだ。悪いな、本気を出してしまった。このスバ、やだ、使いたくない。正気ですか？これはいつもちょっぴり冴えないカズマが格段にかっこよくなる千載一遇のチャンスなんですよ。それにかっこよくなればいつもちょっぴり冴えないカズマだってきっとモテるようになるわよ。そっか、それなら禁断の魔道具を使おっかな。とても言うと思ったら大間違いだ。この魔道具を使えば他を震撼させる圧倒的な力も手に入るんですよ。その代わり、俺を震撼させる圧倒的な副作用があるだろ。説明書に使用者の望むことができなくなると書かれていたが。記憶にありませんね。目をそらしながら言っても説得力皆無だぞ。あのね、カズマさん、ちょっと聞いてほしいの。最近めっきり収入が減って、美味しいご飯も全然食べられてないでしょ。カズマさんがこの魔道具でパワーアップして上級クエストに挑んでみなさいな。それはもうたんまり。こんな危険な道具を使わせた上、上級クエストにも挑めってか。お前らはあれか、鬼畜か。鬼畜だと？仲間に向かって鬼畜とは聞き捨てならんぞ。カズマの言う鬼畜とはどんなものか、今この場で私にやってみせろ。やりません。とにかく俺はそんな危険な魔道具使わないからな。こんなところにいたのか、カズマ。もうとっくに約束の時間過ぎているぞ。おお、リア、悪いな、今行こうと思ってたんだがこいつらに邪魔されて行けなくてな。俺はこれからクエストに行ってくる。アクセルハーツの次の公演資金を集めるためってリアにお願いされてるんだ。ちょっと待ちなさい。私たちのお願いは断っておいて、リアのお願いを聞くっていうのはどういうこと？説明して。リアはお前らみたいに危険この上ない上級クエストに行けなんて言いませんからな。リア、実は先にクエストを受注してきたんだ。楽なクエストみたいだが結構いい報酬を出してくれる。ほーら見ろ。そんじゃ俺はちょっくら行ってくる。待って待って、こうしましょう。私たちも一緒に行っていい？私たちがいればその分早くクエストも終わるわよ。報酬が減るからダメだ。どうせおこぼれに預かろうって腹だろ。実はクエストの後にアクセルハーツの練習があってな、早く終わるに越したことはないんだが。それじゃあ決まり、みんなでクエストにゴー。ついでにこの魔道具も一応持っていきましょう。楽なクエストだとしても備えあれば憂いなしですからね。お前な、そんなあからさまなフラグを立てるんじゃない。このスバ、助けて。気持ち悪いんですけど、このままじゃ私飲み込まれちゃうんですけど。耐えろアクア、お前はやればできる子だ。たく、やっぱりこうなったじゃん。言ったじゃん俺。まさかここがジャイアントアースウォームの巣だったとは。
あんな気持ち悪いのが大量に出てくるなんて、そりゃ報酬も高くなるよな。おい、めぐみ、大丈夫か？あれは、本当にダメなやつです。生理的に無理です。私がこんなクエストを請け負ったばかりに、すまん！そんな顔をしないでくれ、リア。このヌメヌメを久しぶりに味わえた。私はむしろ、感謝しているのだ。真っ先に飲み込まれに行っておいて、いい笑顔してるじゃない！とにかくこの状況を何とかしないと。クソ！めぐみ、さっきの魔道具よこせ！うわぁ、ちょっと気を失っていました。ついに魔道具を使う気になったんですね。本当はすっごい嫌なんだけど、こんな状況だし仕方ない。クソだりゃぁ！これが俺の力？これならいける！今だ！アクア！ガッタブラもらった！デュオリャー！このスバ！うっそ、ね、き！すごい威力だ。あの巨大なジャイアントアースウォームを一撃で。カズマさんが強くなってる。強くなってるなんて生優しいものじゃないです。赤子の手をひねるかのように次々と。だが油断するな、カズマ。追い詰められているぞ。あの数に襲いかかられたら、いくら今のカズマでも。潜伏か、完全に消えた。気配すら全く感じられない。見て、あそこ、いつの間にか背後にカズマが。カズマさんがあの大群を全滅させた。これが俺の力なのか。いつもよりめちゃめちゃ強力なんだが。しかも強いだけではありません。大胆に開かれた胸元に覗く金のネックレスが荒ぶる野生味を、そして紺碧の宝石が神秘的な輝きを放っています。何よりポイント高いのが、左目だけを覆うフェイスマスク。黒を基調とした色使いは、まがまがしさを程よく演出していて、すこぶるかっこいいです。もはやいつもちょっぴり冴えないカズマとは別人です。そうか、そういうことだったのか。今やっと分かったよ。俺は今まで長い夢を見ていた。ようやく本当の自分に戻れた気分だ。信じられん。めぐみんにすら腕相撲で負けるカズマがあれほどの力を発揮するとは。これが魔道具の力か。俺はついに長い眠りから目覚めた。ここからが真のカズマ伝説の始まりだ。始まりだ、始まりだ、始まりだ。はーい、シュワシュワお持ちしました。どうぞ召し上がれ。うむ、ご苦労。ってなんでお前たちメイド服なんだ。最強の男カズマさんのお世話をさせてもらうんだから、それ相応の格好じゃないとって思って。おい、アクア、私までメイド服になる必要はあるか。カズマさんをよいしょするためよ。しっかりやりなさいな。考えても見て、カズマさんの気分が良くなれば、私たちはカズマさんの報酬だけで生きていけるの。あわよくば魔王だって倒しちゃうかもしれないわ。そんなにうまくいくとは思えないが。とにかくカズマさんをどんどん調子に乗せるの。分かったわね。
カズマ、アクアたちから話は聞いたぜ。お前大活躍だったらしいな。ジャイアントアースウォームの群れをたった一人で全滅させたって本当かよ。今日のカズマさん本当にすごかったんだから。あの力があれば魔王だってちょちょいのちょいよ。やめろアクア、勝ち戦を自慢するほど俺は落ちぶれちゃいないぜ。カズマ、今度俺とクエストに行ってくれ。お前の勇姿をこの目に焼き付けておきたいんだ。いや、カズマとクエストに行くのはこの俺だ。この俺をもっと鍛えてくれ。俺とクエストに行きたかったらこいつを通してくれ。はーい、カズマさんとのクエスト同伴希望はこちらまで。整理券をお求めの方はお並びください。完全に調子乗ってますよね、あれ。あれだけ調子に乗れるのもある意味才能だな。それじゃあみんな、冒険者のカリスマ我らがカズマさんに乾杯よ。せーの、乾杯。乾杯。このまま評判が上がれば俺がモテモテになる日も近い。このスバッ、ブラッドファンクとの距離はごくわずか。奴は明らかに俺の喉元を狙い目を光らせていた。それでどうなったんだ。俺は軽く身を引いて奴の攻撃を避けた。脇腹は隙だらけだ。そこをめがけて、ふーん。おお。痛みを感じさせず行かせてやれたことがせめてもの弔いだ。かっこよすぎるぞカズマ。その剣で倒したのか。よかったら見せてくれ。いや、これは無理、ただの飾りだから。え、飾り、なんでそんなものを。それはかっこいいからだ。おお、来てる。これは完全に来てる。そのうち美人のお姉さんばっかりのパーティーにお呼ばれして。みんなちょっと下がってろ。俺に任せな。ギャー、カズマ様素敵。もう私を好きにして。なって言われるモテモテの未来がすぐそこまで来ている。ただ今んとこすり寄ってくるのは男ばっかなんだよな。もう少し女の子たちにアピールできるといいんだが。はい、お時間そこまでになります。ご主人様のスケジュールはこの後もぎっしりなのでアシカラス。お疲れ様でした、ご主人様。そろそろ次のクエストのお時間です。ほらリア、早くお茶をお出しして。ご主人様は秒単位で動いてるの。さあ早く。わかったから。これお茶。そんな仏頂面じゃご主人様の疲れは言えないわよ。もっと笑顔。こちらお茶でございます、ご主人様。うむ、ご苦労。そうだリア、この後時間あるか。別に予定は入ってないが。それならリアも一緒にクエストに行くぞ。何？おいカズマ、俺たちと一緒にクエストに行くのは断っておいてどうしてこいつと。ちょっと可愛いからってカズマにすり寄りやがって。どうせ色目でも使ったんだろ、このメギツネめ。メギツネ、私にそんなつもりはない。って、なんだかみんな目が怖いぞ。メギツネってなんだ。多分ここで会ってるはずです。目撃情報の大半はこの先の遺跡近辺でしたから。相手はメガ岩石ゴーレムだ。おそらく激しい戦いになるはず。気を抜くな。カズマさん、早速出てきた。すっごい強そうなんですけど。みんなちょっと下がってろ。俺に任せな。そこから俺の戦いをしっかりと見ておけ。
そして町に戻ったらそれぞれ10人の女友達に伝えるんだ。この俺がいかに格好良かったか。うわ、どこかで聞いた悪質なやり口のような気が。メガ岩石ゴーレム、悪いがお前を踏み台にさせてもらうぜ。俺のモテモテの未来のために。でーりゃー、このスバ。でーりゃー、さすがよカズマさん、メガ岩石ゴーレムをあっさり倒しちゃうなんて。これを認めるのは少し抵抗ありますが、強さとワイルドさとマガマガしさを兼ね備えた今のカズマはかなりかっこいいです。以前よりもさらに力が増している気さえするな。今のカズマの力が一体どれほどのものか、私がこの身をもって確かめてこよう。さあカズマ、私に向けて一切手加減のない無慈悲な一撃を放ってみせろ。いや、むしろ放ってください。やめとけダクネス、今の俺はお前を壊してしまう。はん、なんて冷めた目で私を見るんだ。お前など眼中にないと言わんばかりのその目、たまりゃん。それにしてもカズマがあんなに気にしていた副作用は一体どうなったんでしょうか。そう言われるとそうよね、今のところそれらしきものは見えないけど。あの後説明書をよく読んでみたら小さくこんな一文があった。ごく稀に副作用の出ない場合もございますと。つまり俺こそがごく稀を引き当てた選ばれし男。すごいわ、幸運値の高さは伊達じゃなかったのね。お前たちにはまだやることがある。町に戻って10人の女友達に俺の活躍を伝える。それが重要な任務だ。このスバ、俺たちのカリスマカズマがクエストから帰ってきたぞ。なんかいつにも増して人が多いな。それも男ばっか。俺たちカズマの帰りを今か今かと待ってたんだ。今日もクエストの話聞かせてくれ。ちょっと待て、その前にギルドにクエストの報告をしない。そんなこと言ってカズマをどこに連れて行くつもりだ。俺たちのカズマにちょっかい出してねえだろうな。ちょっかい？ちょっかいとは。カズマをちょっとでも誘惑してみろ。俺たちが黙ってねえぞ。さあカズマさんは俺の隣に来てくださいね。よかったら俺の膝の上に座ってもいいっすよ。近い近い、顔が近い。そんなひげづらすり寄せてくるな。なんでこんなむさ苦しい男ばかり寄ってきて女の子は全然近づいてこない。アクアめぐみ、ダクネスリア、クエストの報告は後でいいからさ、まずは先の任務を。カズマ、あんな女たちに話しかけないでもっと俺たちを見てくれ。これはまさか。俺たちはみんなカズマに夢中なんだ。これからは兄貴と呼ばせてくれ。そうだ兄貴、クエストでお疲れでしょ。俺兄貴の背中流します。一緒に風呂行きましょう。そんなにタミタした顔でいいから、ちょっと離れてくれって。兄貴の腕たくましい。ひゃー、それ優しくなってるな。まさかこれが魔道具の副作用。女の子ではなく男にばかりモテてしまう。つまり俺はごく稀じゃなかった。俺の胸の中はもう兄貴でいっぱいなんだ。俺だった、寝ても覚めても兄貴のことばかり考えてしまう。俺はもう
兄貴のことしか。やめろ、皆まで言うな。俺たちと禁断の扉開いてみましょう。兄貴、バカ、やめろ。だれ、ちょ、話せ、お願い。こんなのあるかよ。このスバ。あ、メイド服でショーをするのも意外とありかもしれないな。お帰りなさいませ、ご主人様。はあ、またメイドになる日が来るとは。ご主人様のお部屋、お掃除しておきましたけど、大丈夫ですよね。カズマの周りにやたらと男たちが群がっているのはどういうわけなんだ。紅茶の入れ方一つにもマナーがあるとは、はあ、メイドとは大変な仕事だ。準備はできましたか、ご主人様。ちゃっちゃとクエストを片付けちゃいましょう。カズマったら本当に強かったんだから、魔王だって倒せる。